はいどうも、131日目のドラム練習です。今日は73ページ、リバースパラディドルからやっていきます。今日もつまずく予感ですね。今回も、絶対初見でできないので、早速練習していこうと思います。はい、今15分ほど練習しまして、テンポ半分の50まで来たので、ちょっとやってみます。昨日とかはテンポ半分まで来るのにももっと時間がかかってたので、ちょっとなんかこういうパターンになれたのかなと思って少し嬉しく思いました。というわけでやってみます。そんな感じです。で、これを、まあ、なるべくテンポを速くしていくと。まあ、80ぐらいまでいけたらいいなと思ってます。はい、今30分後なんですけども、やっとテンポ70まで来たんで、ここで一旦撮影しようと思います。で、ここからまたテンポを上げていく感じなんですけど、ここから先がきつそうですね。こんな感じで、まだ70ならスムーズにできてるかなと思うんですけど、こっからが壁高そうです。頑張ります。はい。じゃあ1時間ひたすら練習しまして、テンポ85まで上げられました。ここが結構限界って感じでしたね。もう少し無理すればいけそうなんですけど、もうバタバタになる感じでした。というわけでやってみます。はい。というわけで、131日目のドラム練習でした。いやー、パラディドル編、難しいです。非常に難しいです。なんか前までの細かい面白さじゃなくて、ちょっとなんか違う感覚で、なんか面白さよりも、あー難しい、こんがらがるみたいな気持ちの方が、今大きいですね。もう少しすんなりできるようにならないとなかなか楽しみきれないところに感じました。で、このパラディドル編の、まあ、ある意味中間地点とも言えるところが明日来ます。ディレイドパラディドルですね。それをやったら一旦この流れが終わって、次パラディドルアクセント移動に移る感じです。なのでまあ明日もまあ1ページしか進まない日にして、じっくりやる感じですね。じゃあ今日はそんな感じです。お疲れ様です。